はい、こんにちは、ポップです。FFC チャンネル、9月14日土曜日。今日は週末スペシャルということで、先進国通貨4ペアのですね、えー、中長期的な目線からの解説をしていきます。えー、まずはね、えー、昨日の動画の解説ができずにね、えー、申し訳なかったというお詫びからです。 昨日は産休に入る女性がおりましてその送別会ということでねちょっと慣れないアルコールもね飲んでしまいまして体力的にも限界そしてねアルコール入った状態での解説というのはね皆さんにもご迷惑をかけてしまうということからお休みをさせていただきました参加の是非はともかくとしまして送別会というのはねなかなか私も出たくないんですがサラリーマンですのでね参加したというところでございますではね順番に米ドル円5ドル円 そして、ポンド円とユーロドルで、ね、こちらの4ペアを順番に解説をしていきます。では、いつもよりか時間軸を伸ばした4時間足からでございますが、ちょうどね、もう9月も折り返し、まあ、中旬という形でね、かなり8月,に8月の頃から比べてですね、風景が変わってきたかなというところでございます。 まあ8月は、ねえー、薄飽きないというところと、まあ、お盆もありましたので、ねえー、そこそこ荒れたんですが結果、ね、えーまあ、元の106円ぐらいで、えー、終わったというところでございます。ちょうど、ねえー、お盆が明けた1週間後ぐらいにです、ねえー、円高アタックということで、まあ、米中貿易摩擦の影響から105円を割り込むといったところもあったんですが、えー、移動平均線を見ていただければ、ねえーまあ、大体のトレンドがわかるんですが、まあ、レンジ相場から下落そして、えー、また横ばいからです、ね、上昇トレンドに変わってきたと。 というような形になっております。 まあ、9月に入ってからはですね、おしめらしいおしめもつけずにですね、まあ2回ぐらいあったかなというところですが、しっかりとね、移動平均線の上昇とともに上昇トレンドに入ってきたということで、まあ取れた方もね、非常に多かったんじゃないかなというところでございます。とはいってもね、4時間足、非常に短期間でね、まあ2円ぐらい、そこから行きますと3円ぐらい上がってきてますので、まあそろそろね、レンジ相場を一つ作らないと、次のね、トレンドには移れないかなというところで、 ぐらいにはですね少し、えー、上の伸びがね、えー、収まってきたかなという状況でございますまあ、日足をご覧いただきますとね はい、えー、ということで、一気に107円も抜けてしまいまして、108円まで上がってきたと、そして、えー、上がってきた、えー、下がっていたね移動平均線からね、えーまあ、右肩上がりに切り替わりつつあるんですが、少しね移動平均線から、えー、平均足のチャートがね、えー、改離をしているというところからですね、まあ、少しばかり調整、もしくは、えー、レンジ相場が、えー、次はね必要かなという状況になってきました。 108円というのは、えー、ちょうどね、えー、8月入る前、7月ぐらいに、ですね、えー、レンジ相場を形成していた、まあ、移動平均線が横ばいの時ですね、えー、こちらの中央値でございますので、まあ、なんとかね、えー、元のレンジ相場に戻ることができたからというところなんですが、やはり107円ぐらいまでの調整はね、えー、出てくる可能性は、えー、しっかりとね、えー、肝に銘じておくという形でございます。 走行しているうちにですね移動平均線の方も今は106円,10円台でございますが107円以上にね上がってくれば107円を大きく割り込む可能性は少ないんじゃないかなということで今後はですね下は107円から上は109円こちらのレンジ相場もしくは一旦調整を、ね、するという形を想定しながらですねスイングトレードの目線にしていただければと思います。 ただ、ねえー、上昇トレンドが続いておりますので、まあ、ショートから入るというのは、ねえー、あまりおすすめできないかなというところですね。 まあやっぱりもしロングで入るのであれば107円ぐらいですね。ここまで、今までね、ちょっと押さえつけられてたところもありましたので、107円ぐらいまでの下落調整ですね。そういったところは想定しながらもですね、上に行く可能性も強い、基本的には上昇トレンドということですので、109円ぐらいまでの上昇であればですね、一旦ロングポジションはクローズリー確定していただくという形が大切だと思います。 えこれからねどん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 ん円安に進んでいくかといいますと、まあ、やっぱりね109円を超えるというのは、今までのねレンジ相場の上限というのもありますので、まあ、そうそう難しいかなというところと、やはり今後、ですねアメリカの利下げというものもですね、まあ、織り込まれつつあるということもありますが、基本的には短期金利はね下げてくるという形でございますので、積極的に買われて110円を超えるというところはね、ね少し可能性としては低いかなと思いますので、まあ、しっかりと110 109円を上値107円を下値とした、ね、レンジを中心としたトレードをしていただくということが必要だと思います。 少し短い目線で60分足ご覧いただきますと、まあ、こちらもね、えー、なんとか移動平均線とボリンジャーバンドの加減に、えー、サポートを支えられてですね、えー、上がってきたという経緯が1週間ぐらいでありますというところですね。一旦は、えー、こちらのですね、えー、移動平均線でのサポート、そして、えー、ちょっとね、えー、ECB のドラギ総裁の発言によってですね大きく触れたところもありましたが、えー、ボリンジャーバンドの加減でのサポートという形でねちょっと上値の方は、ね、今も あまり順調に伸びていたところから少しね収まってきたということなので先ほどもお話しした通り 108, 108円を中心としましてですねプラスマイナス1円ぐらいのね、まあ、ちょっと広いレンジにはなってしまうんですがそちらを想定してです、ね、108円よりかは下に行ったとき、ね、107円に近づいたらロング109円に近づいたらショートという形のレンジ相場をトレードした想定したねトレードが必要かなと思いますので、まあ、過度なね円安の期待 は抑、えーまあ、えておくというところと、えー、上がっているからといって今の段階でショートに入るのはね特策ではないというところは意識していただければというところでございますはい米、えー、ドルは以上でございまして、えー、次はねゴードルを見ていきましょう 5ドルの方もねかなり戻ってきたかなというところですね、まずは4時間足から見ていただきますと、先ほどのねお盆から1週間経った後の円高アタックでは、ですね70円ぐらいまで下げた、一旦はねは70円を割り込んだというところもありましたが、そこからですねなんとか72円の頭を押さえられつつも、ですね9月に入ってからは一気に上抜けたというところで、72円のこのブロックのね上値を抜けてからは、ですね本当にこちらはね、 押し目もつけずにでですすねどどんどん上がっていってていいいいるという状況でございます本当ね、4時間足ベースでは移動平均線すらタッチしないという形なんですが、ただね、短期間で結構ね、3円ぐらい上がっておりますので、まあ、こういったところのね、調整もしくはレンジ相場というのは、同じようにね、米ドルと同じように想定する必要があるかなというところでございます。それを見るにはね、4時間足ですと短いので、冷やしの方もね、合わせてご覧いただければと思います。 まあ74円をね超えるのは難しいんじゃないかその根拠としましては74円でしっかりとね前回サポートが入っていますので下抜けした今はですね今度上がってくる時にはレジスタンスになるだろうという予想していたんですがまあそちらのねレジスタンスと想定される74円もね抜けて終わったというところでございますただね移動平均線と今ねこの平均足のチャートというのは米ドルと同じくですねかなり乖離しているというところな。 なのでこのまま一気に上がり続けるというところよりも一旦はレンジ相場かやっぱりトレンド相場になるとあ、えー、レンジ相場か、えー、ま1、あ、回調整をするという形が想定しなければいけないかなというところでございます具体的には、まあ米ドルと同じような形で下は73円上は75円ぐらいですね こちらを想定しながらですね73円に近づいたらロング75円に近づいたらショートもしくはロングの利益確定という形でねそちらを想定していただければと思います。 また75円ぐらいには、ですねこの74円の上のですねサポートがいくつか入っていたというところもありますので、そのサポートラインがレジスタンスになるということも想定して、ですね75円以上の見込みであれば、少し可能性は低いかなと思いますので、まあ、そのあたりでロングは逆に利益確定をするというところと、まあ、組めるんであればショートを、ね、組んでいただくという形がよろしいかと思います。 はい、えー、ということで、4時間足に戻しつつ、最後に60分足を見ていきましょう。こちらがだいたい1週間の、ね、時間軸という形になりますが、まあ、上昇相場が、ね、き綺麗に上がっているということで、ほぼほぼ移動平均線とボリンジャーバンドの加減でサポートを、ね、受け続けていたかなというところでございます。 えー、ただ、74円50銭のところでね、えー、上値が抜けにくくなっておりますので、まあ、こういったところはね、えー、少し意識する必要はあるかなとは思いますが、基本的にはショートで入るのは危ないかなと思います。もしショートで入るのであれば、先ほどお話しました75円ぐらいですね、そこまで引き付けてからのショートということであればよろしいかと思いますが、えー、今のこの74円50銭のね、えー、少し下からショートというのはね、えーまあ、75円までのレンジ相場を想定するのであればですね、えー、少し担がれる可能性が高いと。 いうこともありますのでショートよりもできればね74円ぐらいまで下がったところもしくは73円ぐらいまでですね大きな調整をしたところまで待ち構えてからのロングという形の方がスイングトレードとしてはよろしいかなと思います今すでにねポジションを持っていれば75円ぐらいでの利益確定をね一旦はお勧めしたいなと思いますのでこちらもね参考にしていただければと思います はい、5ドルは以上でございます。続けて激動の、ね、ポンドの解説に入っていきたいと思います。はい、4時間足に戻しますね。でポンドの方はねものすごく変動の値幅が大きかったかなというところでございますね。130円で頭を押さえつけられていたというのが、ね、8月の下旬ぐらいというところでございました。 大体128円から130円の、ねえー、レンジ相場というのが8月の下旬から続いていたんですが一旦ですね、えー、大きなフェイクが入りまして128円を割り込んでですね、えー、127円ですら一旦ね、えー、割り込むというところもございましたただこの9月の4日以降ですね、えー、急激に値を戻しまして一旦はね132円まで4円ぐらいね上がった後少しばかり調整をした後にはです、ねえー、ショートを借るような動きということで132円 1 2円を大幅に上抜けて、ですね、えー、もはや135円を回復してきたという状況でございます。 まあ、ポンドに関しては、ね、なぜここまで反発したか、まあ、127円から135円ですので、まあ、8円ぐらいの、ねえー、値動きが、ここ2週間であったというところでございますが、まあ、過度にね今までブレグジットの問題ですね、米中貿易摩擦に比べ、えー、加えて、ですねブレグジットの問題が、まあ、ネガティブに捉えられてたというところで、大きく下げていたものですから、その反動で、まあ、ブレグジットもね少し延期しそうだというところと、まあ、ジョンソンさんもね、 基本的には、まあ、そこまでね、えーまあ、ハードに考えてきたところからですね、まあ、ソフトランディングにしようというようなね動きが見られましたので、まあ、そういったところでポンドが買い戻されている、まあ、買われているというところよりもショートの買い戻しというところでねショートの量が非常に多かったものですから、まあ、そういったところの買い戻しで大きく上がっているというところでございます。えー、ということでね、ね日足の方でポンドの方はねどれぐらいを想定していけばいいかなというところなんですが、まあ、今ね135円を超えて いるととうことなんですが、まあ、ポンドに関してはね、えー、実は138円ぐらいまでの上昇もね、えー、見ておいたほうがよろしいかなと思います。か、え、た、ー、や下の方はですね、えー、ボリンジャーバンドが、えー、あすいません移動平均線ですね移動平均線がこれから上がってきますので、まあ、そうなるとね132円ぐらいまでねこのまま行くと上がってくると思いますので132円から138円ということでね非常にボラティリティは高いかなというところでございます。明確にねこの この134円の、えー、今までのサポートもねレジスタンスが入らず一気に伸びてしまいましたのでねもう少しね、えー、ショートを狩るためにぼわっとね、えー、燃え上がる可能性はあるというところで、まあ、138円ぐらいまでは想定しながらもそれ以上の上昇はね、えー、少し調整をしなければいけないかなというところでございます。えー、調整に関してはね やっぱり移動平均線と、えー、こちら平均足のチャートの乖離がね、えー、あまりにも大きいとですね一旦は移動平均線ぐらいまで収束するということを考えますと、まあ、下がっても132円ぐらい、えー、上がりはやっぱり138円ぐらいを想定してですね、えー、そこに近づいた時には、えー、ロングショートを入れるというところでよろしいかと思いますので、まあ、今の段階でね注文を入れるというのは少しね、えー、まだまだ分からないという状況からお勧めはしません。 ロングは132円台になってから、ショートになりますと137円に突入してからというところの方が、引きつけた方がですねもちろん安全性は高い、ただね、そうなるためには機械損失もあるというところなんですが、そこはね、しっかりと引きつけて、ですねポンド、今、非常にボラティリティが高いということなので、最新の注意を払って、ポジションを取っていただくということが必要かなというところになります。 60分足を見ていただきますと、こちらもね一旦大きなだましじゃないですけど、フェイクが入っています。133円を大きく割り込んで、132円ぐらいまで一気に下げたところもありますが、これも結論、長い下ひげを出して、こちらのボリンジャーバンドの中にまた入ってきているというところでございます。そして134円で少しレジスタンスが入ると思いきや、一気に抜けてしまいましたので、勢い余って135円というところでございます。 短期的にはやはり60分足ベースでの移動平均線ですね、こちらのサポートを受けながら、最高138円ぐらいまで上がる可能性はあるというところなので、まあ、そういったね、ショートの方々が損切りロスカットをね、されまくったところが、大体、ね天井になると、直近の天井になるというところですが、まあ、それが大体137円から138円じゃないかなと思いますので、まあ、ショートを、ね、取っている方は、少しね、危険かなと思いますので、もうちょっと引きつけてからのね、ショートを推奨したいと。 というところでございます。はい、えー、ポンド円は以上でございます。最後はねユーロドルの方を見て終わりにしましょう。はい、ユーロドルはね少し難しい相場に入ってきたというところですね。四時間足をご覧いただきましょう。 こちらはですね基本的には下落トレンド、えー、レンジ相場下落トレンドという形だったんですが、えー、同じくねこちらも9月に入ってから少しトレンドが変わったかなという状況でございます。特に荒れたのが、ですねここの部分で下髭も上髭も出ていたというところなんですが、これがね ECB 総裁のドラギさんの、えーまあ、ユーロ圏の実質的な利下げ、金融緩和ですね、再開というところで大きく動いたという。 ところでございますとはいってもね、このひげというのは結局、だましになりまして、これを無視しますと、大きなねトレンドラインが引けると思うんですが、基本的にはこういった形で、下値が上昇固められて、上値の方もねしっかりと伸びているというところから、まこのようなね線が引けるかなと思いますので、基本的にはサポートが入ったところ、1.1050ですね。 このあたりでのロングを推奨したいというところと上がったところでは1.11を、ね、明確に超えてきたところで利益確定をするというところでよろしいかと思います。 この1.1050ですね、ここはね、前回もサポートが入っているというところでしたので、逆にですね、ここを下抜けてしまったら、こちらがね、レジスタンスになっていたというところでありますので、逆に今度は上から来る場合には、ですね、再度またこちらと同じようにサポートになるケースが多いということなので、1.1050付近まで調整をしてきたというところであって、かつ、ですね、この陰線が要線に切り替わるというところがあればです、ね、ロングが取れる。 かなというところでございます。 基本的にはね、4時間足ご覧いただきますと、えー、まあ横ばいからね、また右肩上がりに上がってくるというところだと思いますので、まあ、こういったところを含めるとですね、えー、ロングで入った方がやりやすいんじゃないかなというのが個人的な感想でございます。もちろんね、この ECB のね、総裁の今後のね、発言によっては、こういうようなね、下髭が出てくるかもしれませんが、トレンドとしてはこちらのね、日本のラインの通り、上昇トレンドに入ってきてるかなというところなので、こちらはね、しっかりと引きつけてください。 のロングを推奨したいいいととうころでござます60分足をご覧いただきますと、こちら ECB 総裁の発言がこちらですねかなり大きく動いたということで、だいた100ピプスぐらい、こちらの1、2時間で動いたというところですね。これは結局、なかったものということで、消していただきますと、先ほど引かせていただいたラインの通りですね、下値を切り下げ切り上げて、上値も上がっているという状況でございます。 まあこうなっていけば、ですね、やはり1.1050付近にはボリンジャーバンドの加減がありますし、4時間足ベースではですね、この移動平均線も上がってきますので、1.1050付近で移動平均線と当たりますので、このあたりでね、サポートが入るということであれば、ですね、1.1050付近でのロング、そして1.11を超えてきたところですね。 超えてきたところでしっかりと利益確定するというようなスタンスでよろしいかと思いますので、これもね皆さんのスイングトレードの参考にしていただければと思います。はいということでね、ね米ドル円から始まりまして、5ドル、ポンド、ユーロドル,ドドルですね、こう,いうのを4通貨、4ペアの解説を以上とさせていただきます。まあ、基本的にはね、 株式相場も含めてですねリスクオンが続いておりますのでしっかりと引きつけてからのショート。 しっかりと押し目をつけてからのロングというところを、ね、推奨していきたいと思いますのでまた毎日デイリーの、ねえー、解説動画のアップで,です、ね、そちらは解説をしていきますのでまたよろしければ毎日のデイリーの、ね、動画の方もご覧いただければと思いますそれでは、ね、中長期的な目線、まあ、約1週間ぐらいの目線の、ね、解説を以上とさせていただきますちょっと長くなりましたがご視聴いただきましてありがとうございましたバイバイ